手下が一体どれだけいるの？たくさん。だから遅延も彼を放っておくしかないの。スバローグの勢力は大きすぎて私たちじゃどうにもならない。クラーラ、気にすることないわ。いつもスバローグの後ろについてる子なの。スバローグは彼女を傷つけたりしないから。私も初めて会った時は理解できなかったけど、今ではもう当たり前の光景よ。さて、ボスを探しに行くわよ。その必要はない。よくやってくれたな、ゼーネ。さっきは四方から現れたロボットに襲われて長い戦いになると思ったんだがボス、みんなは無事？怪我したりしてないわよね？無事だ。とっくに慣れてるさ。ややこしいロボットの群れもいなくなったことだし、しばらくの間コークは平和になりそうだな。それで隣にいる者たちは？ああ、こいつらね。散歩がどっかから連れてきたよそ者よ。遅延に頼み事があるらしくて一緒に来たの。ほら、説明は自分でして。初対面から生意気なやつだ。覚えておこう。で、こうまでして遅延を訪ねてきたのは何か目的があってのことなんだろう？上でそんなことがあったのね。面白いじゃない。これは今までにないことだ。遅延が地下のことでバタバタしてる時によそ者が手助けに来るとはな。お前らが言う性格、これは俺も聞いたことがない。だが現地の人さえ知らない秘密といえば、ある人物を思い、今の大守護者はペテン氏だ。言葉巧みに下層部を騙し、俺たちの命などちっとも気にしない。そこまで。これ以上大守護者様を侮辱するとは私が許さない。上層部の娘さんよ、耳障りかもしれないが、これが真実だ。信じられないというなら町の人に聞くがいい。この十数年間どう生きてきたのかもな。下層部の恨みは二言三言じゃ説明できないぞ、シルバーメインの小娘。だがここはお前の意思を尊重して大守護者の話はやめるとしよう。では本題に戻って、俺が思いついた人物はスバローグだ。スバローグってあんたたちの敵じゃないの？地下のロボットがどうしてそんな重要な情報を握っている？敵？俺はそう思わんな。このお兄さんが言ったように、あれは冷たい機械だ。自分の計算しか信じてない。スバローグは遅延の敵ってわけじゃない。正確に言えば俺たちのことなんか眼中にないのさ。奴はかの戦争を経験した古のロボット。古いものを探すならあれほどいい情報源はないだろうな。見た目で判断しちゃダメだよ。うちだって何百歳だけどわからないでしょ。俺が知る20種以上の調整種族にお前みたいな見た目のやつらはいないが。もうフォローしてよ。ロボットは忘れることがないからな。スバローグでさえ性格の存在を知らないなら俺たちは力になれない。ならスバローグと会話のチャンスを作らなければならない。それかメモリーを渡してもらう。うちらで探してもいいし。どうすれば？俺たちもずっとヤツと交渉しているんだが毎回拒まれていてな。ヤツは遅延は脅威だと信じ込んでるんだ。まあ何とも言えんが、具体的な方法は明日にでも話そう。もう遅いし、お前らも疲れただろう。俺がまた休憩なの？
回の休憩にはトラウマが。それからシルバーメインの小娘、二人っきりで話したいことがある。いいか。遅延、流浪者、スバローグ、下層部の変化は私の想像をはるかに超えている。シルバーメインが離れた後、地下に一体何があったの？ごめん、私と何か話したいことがあった。そう、覚えてないわ。私は厳格な軍事訓練を受けたから、どんな状況でもどんな兵士とでも協力して戦える。ゼーレの才能なら認めるわ。私たち確かにうまく手を組んで戦えた。でもそれだけよ。オレグの話によれば、あれは700年前の戦争に参加したことのあるロボット。人類に近い知能を持ち、地下の機械を全ている。幻想者たちは昔、かの戦争で驚くほどたくさんの機械兵士を作ったけれど、そのほとんどは激しい戦争で壊れてしまい、技術も残されていない。オレグの言葉が本当なら、スバローグは旧時代の幻想者が残した遺産。大体はね、彼から誘ってこなくてもきっと私の方から会話しようとしたわ。地下の住民としていろいろ私に訴えたいことがあるんだと思う。そしてシルバーメインとして私はいろいろ確認しなければならない。それだけ。気遣ってくれてありがとう。先に町に帰っていて。私もオレグとの話が終わったら帰る。